7月10日、松山市堀之内の県美術館で日本版画会四国支部展が開かれています。これは日頃の活動を幅広い人に披露しようと、日本版画会四国支部が毎年この時期に開いているもので、今回の展覧会では県内外に在住している会員14人と招待作家4人が描いた日本版画47点が展示されています。木版画や小口木版、シルクスクリーンなど様々な手法で作られた絵画が会場を彩っていました。なの木版画が多いんですけれども、それ以外の技法においてでもですね、非常に親しみやすい題材と、それから柔らかい色合いとかですね、そういったもので皆さん気軽に見てもらえるんじゃないかと思っておりますので、版画の作品見ながら自分の思いと版画とこう対話しながら楽しんでいただけたらと思います。この展覧会は県美術館南館2階の県民ギャラリーで7月の15日まで開かれています。入場料は無料です。個性豊かな日本版画の世界に触れてみてはいかがでしょうか。